国民の皆さんおはようございます。プレジデンテのお姉さんです。前回はこの国4回目となる大統領選挙が開催され、演説で住居の質向上について熱弁を振るい、町の要所に掲示板を立てるなどして、選挙運動を精力的に行い、私への高い支持を示し続けてくれている国民へ、安心で安全な生活が送れるよう、移民局や刑務所のアップグレードも進めてまいりました。これほどの支持率で選挙に負けることはないでしょう。今回は選挙の結果が出るまで市街地や観光区画の整備を行い、当選後は公約を果たすべく住宅環境の改善に取り組んでいきたいと思います。最初に来訪した旅行者が2年間のバカンスを終え、お迎えのフェリーに乗って帰国していきます。旅行者は出国時に観光評価というレビューを残し、この評価が次に訪れる観光客の数を左右するのですが、これだけ精神誠意をもてなししたのです。評価もさぞかし爆上げしたことでしょう。100点満点中80点くらいは、はぁ、?3 点ってどういうことですか ?10 点満点中の3点ってことでしょうか。残念ながらそんな甘い採点基準ではなさそうだね。でも悲観することはないんじゃない？食料柄観光客の様子が気になって調べてみたんだけど。ガッデン！また財布を盗まれたですよ。お客一人一人の満足度は決して悪くないし。また財布を盗まれたわ。時間とともに評価は上がっていくんじゃないかな。皆さんちゃんと満足してくれているようですね。ゴルフコースも作りましたし、観光サービスの質は上がり続けますから、これなら今後に期待が持てそうです。前回地下鉄が周辺の住宅の質を上げると説明しましたが、その効果は円の範囲内に立つ住宅に作用します。ファストフード店も地下鉄と同様の効果を持つため、こうして計画的な区画整備をした結果、従来は住居の質が55だったアパートが63にまで上昇しました。このレベルになれば快適な住まいと言って差し支えないでしょう。地下鉄の予算は住宅の質に影響しますので、予算を最大に設定することで住居の質を63から65に上げることができます。一つの施設の予算を上げるだけで、範囲内すべての住居に効果が及びますので、場所を取らず、利便性の高い移動手段であることも相まって、地下鉄はコスパ最強な施設と言えるのではないでしょうか。さらにこの地下鉄のバフ効果、なんと旅行客が寝泊まりする、宿泊施設も対象になります。当然観光評価にも影響を及ぼすでしょう。ここに来てある意味原発よりもヤバい施設が登場しましたな。自由の敵はどこにでもいる。自由がない場所にさえな。奴らはそれほど危険なの。西側条約機構への輸出ルートを結んで、契約を完了させろとの要求。すでに輸出ルートは締結済みなので、待ってさえいれば。おせっかいな外国にこき使われるのはうんざりです、プレジデンテ。私をこき使っていいのはあなただけです。東西の超大国以外と交易ルートを結ぶことが禁じられる経済イベント、これまた勘ぐりたくなるようなタイミングで発生したものですな。とはいえ今日に至るまで超大国以外との交易ルートは設けたことがありませんので、このイベントで我が国の経済に問題が生じることはないでしょう。ちなみにこの緑アイコンの取引先は海賊です。海賊の入り江を建設すると交易が可能になるのですが、相手が相手なだけに交易ルートを結ぶと、東西の要人 A から不況を買うことになります。海賊はたまーに美味しい取引を持ちかけてきますが、超大国との友好度が気になるようなら注意が必要でしょう。西側に対しては良好な関係を継続しつつ、目標達成に向け粛々と輸出を続ければ良いとして、目下の懸念材料は国内の人手不足、求人が44件もあるのに、今すぐ働ける失業者はわずか8名。この深刻な人材難の原因は判明しており、移民局のワークモードがトロッコファーストになっているためです。初期設定の門戸開放のままなら、交易船が到着するたびに15名前後の移民が入ってきますが、このワークモードをトロピコファーストにすると、入国する移民が0から2人程度まで絞られます。気がつけばトロピコの人口も1000人を超えており、その人口増加の煽りを受けて、一時失業者の数が膨れ上がっていたのですが、その際トロピコファーストにしたまま戻すのを忘れておりました。これから移民のために再びトロピコの港を開放するわけですが、移民局を研究することで、新たなワークモード熟練労働者が選択可能に、これによって高学歴移民の入国率が、わずかに上昇してくれることでしょう。今後高いスキルが求められる職場が増えてくるため、労働者にも相応の学歴が要求されるのです。
トロピコの市民たちは必ずあなたに投票すると信じております。私はあなたに投票します。何票でも入れますぞ。恒例となった票の不正操作、こんなものに頼るような政権では選挙で勝てたとしてもそう長くは持ちますまい。より良い生活環境を作り出し人心を掌握してこそのプレジデンテ。見てください、観光島と往復する農業島のバス停、これほど多くの人々が利用してくれています。谷が求めるものを適切に分け与えることができる理解あるプレジデンテは誰なのか、皆さんは今一度自身の胸に問いかけてほしいものですな。それはそうと、整備した交通インフラが大勢の人に使ってもらえたとき、歯車ががきっと噛み合ったような気持ちよさと言いましょうか。えも言われぬ多幸感に包まれるのは私だけではないはず。さてそんなこんなあ減っているうちに時は流れ、投票日が目前に迫ってまいりました。あの手この手を尽くして圧倒的な支持率を獲得しましたが、あの手この手を尽くしても結局対立候補の正体はつかめぬまま、それはそうと増え続ける人口に伴い犯罪者の数が危険な水域に達してきましたね。国内で自由を謳歌している犯罪者どもは見つけ次第警官を出動させてしょっぴいてやりたいのですが、トロピコ憲法権力分立の議題において現在は司法の独立を採用しているため、植民地時代のように私が強権を発動して問答無用で犯罪者を拘束することができません。そこで必要となってくるのが正規の手続きで犯罪者を逮捕するために逮捕状を発付してもらうための裁判所です。ここは潤沢なのでクイックビルドでシュバッと立ててしまいましょう。今後は法廷で裁判官たちがリッチでクリーミーな判決をトロピコ国民に振る舞ってくれることでしょう。どうぞお楽しみ。これで私が犯罪者や犯罪者じゃない者たちに逮捕命令を出すことができるようになったわけですが、裁判所のアップグレード、適正手続きを有効に。地滑りですプレジデンテ。労働者の数を減らす不良の事故のことではありません。地滑り的な大勝利です。お、そうか、何よりだ。で、裁判所のアップグレード、適正手続きを有効にすることで反体制派や犯罪者、私の話を妨げるペヌルティーモを逮捕しても逮捕者の家族は支持率を下げなくなるのです。それと裁判所を立てると刑務所やセラピー施設に拘留された囚人が資金を生み出してくれますので、同じく資金を生み出す刑務所のワークモード、囚人労働と掛け合わせればそれなりの収益が見込めます。まあ記憶正しく私に忠実な国民には知る必要のない情報でしたかな。プレジデンテ、あなたが約束を守る方だと分かっています。ですが昨今の市民はとても約束に対する基準が厳しいのです。選挙にかけたのは私を信じ票を投じてくれた可愛い国民の存在があってこそ、彼らの思いに報えようではありませんか。住居の幸福度を現在の56から65まで上げるのです。猶予はたっぷりの2520日。優しい国民のおかげで難しい条件ではありません。5期目の船出となった私の腕の見せ所ですぞ。住居に関する幸福度が低いということは住み心地の良くない住居が建っているということです。であればまず最初にすることは何か。そうですね、前時代の古い家屋の一斉撤去ですね。手始めに紅葉島の貧困層が暮らす区画に建てられた簡易宿泊場をっそり取り壊して更地にしちゃいましょう。世界大戦時代の思い出よさらば。簡易宿泊所は全部壊しちゃうんですか。それでも良いのですが、あえてしません。住居もバラエティに富んだ方が見栄えがいいですからね。公約を果たせる数だけ上質な家屋に建て替えていきます。よかった、私も危うくホームレスになるところでした。キノコちゃんは簡易宿泊所暮らしですか。まあ確かに酒場の店員ですと家賃の高い住宅は厳しいですね。でも最近は近くにファストフード店もできましたし、地下鉄も開通しましたからすごく快適になりました。ふーむ、ですがあれだけ勉強しているのですから努力と学力に見合った職場で働いてほしいものですね。旧来の簡易宿泊所を撤去した土地にはより快適な一般住宅の建築指示を出しました。その近くには住宅の質を上げる効果を持つ地下鉄を通してさらなる利便性を追求します。一箇所の地下鉄で5000ドル、クイックビルドで2500ドルと建設費はバカになりませんが、それに見合ったリターンは得られています。快適な一般住宅に地下鉄の効果が合わさって住居の質が79という最高の住まいが誕生しました。簡易宿泊所も住居の質が53まで上がって全体的な幸福度の底上げに貢献してくれています。
これだけ強力な効果を持った地下鉄ですが、問題がないわけではありません。地下鉄の周辺は治安が著しく悪化するのです。回送式駐車場も地下鉄ほどではありませんが、治安を悪化させますので、この二つの施設が建っている地域では、住民の治安に対する幸福度が低下します。また治安が悪すぎると、失業者が犯罪者になりやすくなるため、この地下鉄の表面に刺激的な掲示板を立て、掲示板のワークモードを気をつけろに設定します。これによって付近に住まう人々が、犯罪者になる確率を低下させられるのです。戦争はいいビジネスになると言いますが、本当にいいビジネスとは、皆が爆弾をどこにも落とすことなく大金を稼ぐことです。そういうビジネスをしませんか、プレジデンテ。確かにビジネスは大事です。銃も戦車も戦艦も誰かが作らなくてはなりません。しかし今トロピコに必要なのは、かっこよい軍服でパレードをする軍隊です。資本主義者と軍国主義者からの二重要求、求められているのは宝石の生産と核ミサイル基地建設の2択。パート16で核保有国を目指すと宣言しましたが、今はまだその時ではありません。ここは平和的に宝石を磨き上げ、来るべき日に備えて資金を蓄え続けましょう。おっと、いつの間にか軍国主義者派閥との関係が微妙になってましたな。軍事クーデターでも起こされて、別の来るべき日が来ないよう気をつければ。工業島に地下鉄の駅を一つ設けたわけですが、向かう先がないのでは意味がありません。というわけで富裕層が多く住まうセレブなマンション街にも地下鉄を伸ばします。正面に警察署があるため、治安の悪化を抑えられるのもグッドですな。そんな感じで地下鉄の整備をしている光景を見ながら、本日の実況を締めたいと思います。次回は引き続き住居に関する幸福度を上げるべく、農業島でも質の高い住居を建て、地下鉄を整備するなどして、より良い住環境を整えてまいります。観光事業においても、我が国へ訪れる旅行者が後を絶たず、宿泊施設も満室が続いており、カレンダーに×印が並んでいる模様。そろそろワンランク上の富裕層をお招きしても良い頃合いかもしれません。次回もやるべきことはたくさんありそうです。それではまたこの島でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。